が、消化試合っていう説がある。一番第一ゲート通過。すげえ癖の強い審判。こっち。こっち。二番。二番。第一ゲート通過。二番第一ゲート通過。強かったから。3番第1ゲートを通過。3番第1ゲートを通過。3番第1ゲートを通過。はい、見ました。逆行っちゃった。恥ずかしい。上がればいいのか。どうなんですか。9番第一ゲート通過。9番第一ゲート通過。前にいなくちゃいけない。終わりそうだな。10番第一ゲート通過。10番第1ゲート通過。ごめんごめん。あ、1番もう5位行っちゃった。そこにはもう第1ゲート通過。3番の方が3番
ルタッチ、はい、2番アウトボール4番5番あ、ごめん、6番7番8番8番第2ゲート通過9番第2ゲート通過はい10番もうちょっと整理して審判をしないと目が聞こえすぎです1番第2ゲート通過マジか すごいな第1ゲート通過いいないやーなるよねこうね見るよね5番第1ゲート通過スタートゲートないとちょっとあごめん、まあまあ、6番7番
8番8番第1ゲートを通過8番第1ゲート通過結構だんだん直線が直で通過で来いよここまでここまでこれあら9番かわいい。一セットでいいよ。三千か。いやこれ来るよこっち。あ抜けてから一で抜けてから一で。九番第三ゲート通過。九番第三ゲート通過。普通の人は通るか。結構難しい。はい十番。ラオ。始まりに行ったそっちかそっちでいいんじゃないできてる位置で来てるよやだまてて一周しちゃう惜しいなんだタッチとか言わないの1番タッチで大丈夫だよ1番第3ゲート通過9番に第3ゲート通過ないに向かって感じだよ強いかな。ワンタッチだよ。ワンタッチだから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 。ワンタッチ4番に立つ2番に合わせます、ね、はい2番これかワン8番アウトバーク目が甘くて大丈夫だよ2、3メートルが浮いて大丈夫だよ1メートルぐらい何とかけ3番4番前の方いい、ね、そのまま消えに向かっていく感じ15分前15分前15分前
ターゲットの横の方に出します。10分前、はい、6分、はい、
場が前に少し進んでいる。第1ゲートを通過。6番第1ゲート通過。第2ゲート。5分前。
3つ形入ってたと思ってた。3じゃない。4番第一ゲート通過。4番第一ゲート通過。2をまず打って、いや行ったっていいけど2を当てることを大事。そうせどうせそんな時間だった。はい、見てください。え、はい、第6試合を行います。第6試合の審判は第5試合の表記の赤チームです。第5試合の赤チームは、それで君はちょっと入れます。第5試合の赤チームは審判となります。よーし、2番ガリゲート通過。2番ガリゲート通過。こんな感じでいい。予定チーム最終戦となります。どうよ、各コートの2以上になりそうなチームは